そうですね、まあ、ただ代表とクラブはいつも違いますし、クラブでは、ね、勝ち続けてますけど、しっかり代表でもそれを結果として、残していけるように、まあ、準備していきたいなと思います。やはり攻撃のところの最後の、ゴールに決める、それがやはりこの前の試合ではすごく決めきれなかったので、必ずチャンスは作れると思ってますし、あとはその決める強い、まあ、意思であったり、まあ、技術であったり、まあ、そういうところを集中して、やれれば必ずゴールはできると思うので、まあ、その崩し方に関してはしっかりともっとイメージ共有して、明日、明後日で調整していきたいと思います。まあ、とにかく勝つことを意識して、もちろん前半で、ね、先制点を取れれば一番理想ですけど、まあ、90分通して自分たちが、結果を求めてやっていくことが一番大事だと思うので、まあ、それに対してしっかりと、準備していきたいと思います。